ということでですね、今日の動画は新型コロナウイルスの第2波についてです。今日本ね、新型コロナウイルスの感染者数また増えてきてますよね。結構ね、これもこうグラフで見たら第2波って呼んでいいレベルに来ちゃってると僕は思っています。だからってね、みんなすごい警戒しなきゃいけないよってイコールで言ってるかってまたちょっと別なんですけれども、感染者数のグラフで見たらね、第2波と呼べるレベルまでね来てることは確かかなと思っています。僕はね、日本に第2波は来る可能性は低いって言ってましたよね。その理由っていうのは、世界の他の国を見ても、都市封鎖、外出自粛、これを解除していってもどこもね、第2波みたいな感染者数が再び増えてる国っていうのがほとんどなかったからです。ほぼなかった。まあ、そういったのを見てね、日本にも感染者数がまた増えてくる、第2波が来るっていうことは可能性として低いっていうふうに僕は言っていました。で、前もねちょっとそういう動画作りましたけれども、第2波が来るのかっていうで言われてたのが、都市封鎖、外出制限なんか解かれて人と人が接触するので、また感染者が増えるんじゃないか、あと季節の問題。でもこういったことで今のところ感染者が増えてきてる国っていうのはないっていうふうに僕言いましたよね。ただね、日本に第2波が来るとしたら一つだけ可能性があると。それはウイルスの変異。例えばね、ウイルスが変異して感染力が強くなったりとか、もしくはね、ウイルスが弱毒性だから、毒性が弱くなってみんなが無症状だけど感染している。で、そういった人たちが歩き回って感染者数は増える。まあ、この場合致死率下がりますけれどもね。こういったパターンっていうのはあるかもしれないけれども、今のところ世界を見てみてもね、どこもそういったことが起こっているところってはなかったので、日本もね、第2波今のところ来る可能性は低いっていうふうに僕は言ってました。ただね、さっきも言ったように、日本に感染者数の第2波起こってるとね、言ってもいいレベルに来てますよね。じゃあね、世界は他の国はどうなってるのか、やっぱり日本同様第2波ってのは来てるのか、そういったところをね、今日は主に見ていこうと思います。そして日本に来ている第2波らしきもの、これはね、警戒する必要があるのか、そういった話もね、最後の方になりますけれども、しようと思っています。それではですね、世界の感染者数ざっと見ていこうと思います。まあ、全部見ること無理なんでね。はい、まずですね、これ世界全体です。世界全体で見るとね、これ前から言ってますけれども、感染者数ってのはずっと増えていってます。これね、見ての通り毎日の感染者数ですから、累計じゃないのに1日に感染している人の数っていうのはずっと増え続けてます、今も。でもそれに対してね、1日の死亡者数、これはねちょっと減ってってる感じがしますよね。ちょっと直近だとさすがに上がってきてますけれども、ただ致死率って意味ではね、下がり続けてますよね。はい、そしてまずアメリカっていうのはね、これ感染者数第2波がどうのこうのっていう以前に全然ね下がってないんですよね。もともと下がってなかったのがさらに上がってしまってるっていう。そしてカナダ、お隣のカナダ、これは普通に下がってるんですよね、アメリカの隣だけれども。そしてロシア、一時期のロシアってのはすごい騒がれましたけれども、こういうふうにねゆっくり減りつつはあると。でもその反面ね、経済活動っていうのはね再開し始めてますから、だから再開し始めてるけれども、感染者数っていうのは徐々に減ってってると。そして問題のインド、これはね未だに上がり続けてますよね。そして巨大な人口を持ってるわけですから、感染者数も多いと。で、一方お隣のパキスタン、ここは減り続けてると。まあ、インドの隣のパキスタンですけれども、もしかしたらね、パキスタンが減ってるってことはインドもね、エリアで見たらもういちいち見てらんないですけれども、パキスタンに近い北西部っていうのは減ってるかもしれないですね。そしてヨーロッパ、これも一緒くたに行きますけれども、スペイン、イギリス、イタリア、ドイツ、フランス、ベルギー、これね全部下がったままです。まあ微増とかあるかもしれないですよ。でもね、そういったちっちゃいところ見ててもしょうがないんで、基本的にね全部下がってます。どこもね未だに第2波みたいなものは起こってませんでした。ちなみにね、ベルギー、中でもベルギーが実は一番ひどいぐらいになってたんですけれども、まあ、人口の大きさがそこまでじゃないんでそんなに報道されませんでしたけれども、ベルギーがね一番ひどいぐらいになってたんですよね。実はイタリア、スペインばっかり報道されていて、まあ、後半イギリスでしたけれども、ベルギーはね、何が問題で人が多く死んでたかっていうと、高齢者施設、ベルギーでね死んでる死亡者数の半分ぐらいだったかな、もっとだったかな、これがね高齢者施設の中で感染が広がってすごいね死んでる人が増えてたんですよ。まあ、そんなベルギーでも今はねもう下がったままですからね。そしてスウェーデンはね、皆さんご存知の通り、他の国と違って都市封鎖をしない、飲食店なんかもねなるべくそのままの形で、まあ、ちょっとは変えてるんですけれどもね、それでも他の国と比べるとほぼそのままの形で経済活動を止めなかった。そんなスウェーデンでもねこれ下がってますよね。まあ、他の国よりも遅れてだけれども、ピークっぽいものがあって下がり始めてると最近。そして南米に移ります、ブラジル、はい、上がり続けてますよね。コロンビア、上がり続けてる。アルゼンチン、上がり続けてる。そして南米っていうか中南米かな、メキシコ、上がり続けてる。で、一方ね、チリとペルーは下がりつつありました。まあでも大体増えてましたね、南米は。そして南アフリカ、これね、まあ、ずっと上がり続けてますね。で、ちょっと東南アジアに移ってフィリピン、感染者数上がり続けてます。フィリピンもね話題ですよね、経済封鎖してるけれども、もともとね貧しい国だし、そして犯罪が多い国だから、これえらいことになるんじゃなかろうかと。
で主な感染者数っていうのは増え続けてると。そしてインドネシア、インドネシアもね一時期都市封鎖してたんですよ。がっつりしてました。お店も閉まってたし、でも今ねもう再開が始まってると。ただ感染者数で見ると増え続けてると。そしてシンガポール、これもね下がりつつありますけれども、なかなかねガンとは下がらないですよね。そしてここから中東に行きます。はい、まずイラン。これ前から言ってる通り、イランぐらいがねずいぶん前から第二波っぽい形になってるんですよね。そして UAE、 これも第二波っぽい。そしてクウェート、クウェートもねまあそんなに多くないですけれども、もともとがね母数が、でも第二波っぽいと。サウジアラビア下がってる、トルコ下がってる、カタール下がってると、うん。そしていわゆるお隣の国韓国、これはねまだ第2波なんて風にねなってはないですけれども、まあ、それでもねやっぱりね一時期は1日の感染者数が800人を超えてたと。それが1回ねほぼゼロになったけれども、最近では連日50人から60人っていう感染者を出してます。これが連日ってところがポイントでしょうね。まあだからミニミニ第2波というかね。そして日本もね一時期は750人ぐらいね1日の感染者数を出してました。まあだからピークで言うと韓国よりちょっと軽いぐらい、まあ近いぐらいになってたと。で一回下がってきて、最近第2波っぽいと。これが1日だいたい200人ぐらい感染者が出てると。そして同じアジアオセアニア地区からオーストラリア、これねピークは一時期1日500人ぐらい感染してますよね。これねオーストラリア、まあ600人にねちょっと届いてないぐらい。それが見てください、これ興味深いですよね。実はオーストラリアの感染者数っていうのも第2波っぽいのが起こってるんですよ。これがある意味一番日本と似てるかもしれないですね。オーストラリアもね日本と同じぐらいで、だいたいね連日200人ぐらいを出してると、感染者数。だからオーストラリアもね第2波っぽいものが起こってるんですよ今。まあ他にもねアイスランドとか台湾があるんですけれども、アイスランドなんかもね一時期100人まで行ってて、それでほぼゼロになったんですけれども、最近はね1日にねまあ一桁台ですけれども出てます。で台湾もねひどい時で20人1日で1回ゼロになって、最近はちらほらねまあ1人2人みたいな出てきてますけれども、もうこういったアイスランドとか台湾っていうのはねおそらくね細かく調べてないですけれども、海外のね外国の人が訪れたとかね、そういったことでこれ感染者カウントされてるかもしれないですよね。だからその国で広がってるわけではないっていうね。はい、ということでざっくりね海外の国を見てったんですけれども、これで分かったこと、まずね感染者数が今も増えてる国、これがアメリカ、インド、ブラジル、コロンビア、アルゼンチン、メキシコ、南アフリカ、フィリピン、インドネシアでした。まあヨーロッパなんかはね今のところ感染者数っていうのは増え続けてる国はないと。そして第2波が起きてる国っていうのもヨーロッパにはなかったと。はい、そしてじゃあ第2波らしきものが起きてる国、これがねイラン、 UAE、 クウェート、中東ですよね。そして韓国、オーストラリア、日本、東アジアですよね。ということでまずね感染者数が今も増え続けてる国、そして第2波らしきものが起こってる国、これっていうのがピックアップできたと思います。これは感染者数です。そしたらねこれらのここ最近、もしくは発生してから今に至るまで感染者数というのが増え続けてる国ですよね。ではそこでは死亡者数というのがねどうなってるのか、同じく死亡者数も増えてるトレンドなのかどうか、そのあたりをね見ていこうと思いました。だからこれはさっきと違って現行で感染者数が増え続けてる国、もしくは第2波が起きてる国、それだけ見ていきます。はい、じゃあ死亡者数見ていきますと、アメリカの死亡者数、まあ、さっきも言ったようにアメリカっていうのは感染者数っていうのはむしろねすごい増えてます。でも死亡者数で見ると下がってると。まあそうは言ってもねここ数日ちょっと死亡者数も増加傾向にありますけれども、3日4日、だからねあまりにも感染者数が増えすぎたんでしょうね。でも致死率で言ったらやっぱ下がり続けてるんですよアメリカもね。そしてブラジル、ずっと感染者数っていうのは増え続けてますけれども、これも死亡者数で言ったら、まあ、横ばいかちょい下がりです。致死率は下がってます。そしてコロンビア、コロンビアはねこれね感染者数も死亡者数っていうのも上がり続けてます。そしてアルゼンチン、これはちょっと分かりにくいですけれどもね、もしかしたら4日前ぐらいがピークでこれから下がり続けるのかもしれないです。はい、メキシコ、メキシコは感染者数が増えてますけれども死亡者数で言ったら横ばいだと。はい、南アフリカ、これは死亡者数も上がり続けてますね。インドもねこれ死亡者数増えてるんですけれども、感染者数の増えからしたらねちょっとゆっくりなんですよ。だからこれも致死率は実は下がってきてると。はい、フィリピン、これもね感染者数っての増えてましたけれども、死亡者数で見るとこんな感じで、ね、減ってるか横ばい。そしてインドネシア、インドネシアもね感染者数増えてる感じですけれども、死亡者数で見たら、まあ、増えてるは増えてるんですけれども、これね母数がね1日50人レベルですから、しかもインドネシアって広いし人口も大きいですから、ちょっと分かりづらいですよね、増えてるのかもっていうぐらいです。そしてここまでが感染者数が増えてた国で、ここからやるのが感染者数が増えてるというよりは第2波的なものが起こってた国、まあ6個だけなんですけれども見ていきます。イラン、これね死亡者数はねもう第1波を超えちゃってますね。イランっていうのはね随分前から第2波が起こってる感じでした。もしかしたらね PCR 検査のやり方を変えたのかもしれないですけれどもね、イランだけ昔から第2波が起こってたんですよ。はい、そして UAE、
死亡者数でいうと増えてない。クウェート死亡者数でいうと減ってきてると。韓国死亡者数が増えてる感じはない。オーストラリア死亡者数が増えてる感じはない。日本も死亡者数が増えてる感じはない。ということでですね、これまとめると現在ね、感染者数が増えてる国は9個あったと。でそのうち同じく死亡者数がそれにつれて増えてる国、これっていうのはね、まあ、コロンビア、南アフリカ、インドぐらい。そしてインドっていうのもね、これ感染者数の伸びと比べたら随分死亡者数の伸びって低かったですから、まあそういった意味で言うとね、感染者数の増加に対して死亡者数も同じく増えてる国っていうのはコロンビアと南アフリカぐらいかもしれないですね。ざっくり見たらですよ、ざっくり。そして第2波が起こってる的な国、これ6個ありました。でもね、死亡者数で見ると、まあ、増えてるのはイランぐらいかなと。でさっきも言いましたけど、イランってのはちょっと特殊で、ずいぶん前からね第2波が起こっている国ですから、もしかしたらね、なんか別要因でねグラフがこう第2波みたいに見えるようになってるかもしれないですね。ということでね、第2波らしきものが起こっている国で死亡者数が増えている国っていうのはほぼなかったって感じなんですよ。まあイランぐらいと。まあそういったところからですよ、本当にざっくりの話ですからね。うん、やっぱりね、感染者数が増えている国、そして第2波らしきものが起こっている国でも死亡者数っていうのはね、致死率っていうのは下がってるって感じがしました。まあそれはそうなんですけれどもね、世界で見たら実際ね、感染者数は増えてるけれどもね、死亡者数ってのは減ってますから。で、ちょっと間でまとめみたいなのするんですけれども、この後もまだあるんですけれども。まあこういった状況ですから、僕が思うのは、まあ個人的にですよ。感染者数は増えてても死亡者数ってのは増えてないと。で、これ日本の話になりますけれども、日本もね、もちろんね、感染者が増えてから遅れて死亡者っていうのはね、まあ、重症化して、それで亡くなられる方がいますから、死亡者数っていうのはね、感染者数に対して遅れて増えてきますよね。まあそれにしてもですよ、それにしてもその前段階の重篤患者の数、重症者数、これを見てもね、やっぱまだ増えてないんですよ。もしかしたらこれから増えるかもしれないですけれども、今のところね、感染者数は増えてるけれども重症者、死亡者っていうのは増えていませんと。だからね、まあ、個人個人は自分の命を守るためにやっぱりね、気にした方がいいと思ってるんですよ。ただね、大まかで見た時、やっぱり経済ってのも考えなきゃいけないじゃないですか。だってお金がなくなってね、食うに困ってもまずいから。そういった全体で考えると、やっぱりね、何かしら、まあ、極端な話ね、緊急事態宣言とか外出自粛要請とか、こういったことをするのはまだ早いのかなと思ってます。もしね、今言った死亡者数とか重篤患者の数、これっていうのが明らかに増え始めたら、そういったことの検討に入ったらいいかなと思います。今のところ増えてないですから。もしかしたらね、ウイルスが変異して弱毒性になった。弱毒性だったらね、それも他の風邪とかインフルエンザとあんま変わらないってことになっちゃいますからね。死ぬ人はゼロじゃないかもしれないけれども、それを気にしてる場合じゃないという。そしてですね、先に結論的なこと言っちゃったんですけれども、じゃあね、なんで第2波が起こっているのか。そういったことに関して、まあ、大前提として分かんないんですよ、結局。僕も分かんないし、本当の専門家の人たちってのも明言できるようなね、状況にはないと思います。だからはっきりとは分からないけれども、当たりをつけるって意味でちょっと話をしていこうと思います。まずですね、今日皆さんと一緒に見てもらって分かったと思うんですけれども、第2波っぽいものが起こってる国、これっていうのがね、中東とね、東アジアしかなかったですよね。要するに第2波っぽいものが起こってる国っていうのはエリアで固まってるんですよ。中東のイラン、UAE、クウェートぐらいですよ。で、東アジアの韓国、日本、ちょっと飛んでオーストラリアでした。で、第2波が起こってる場所っていうのがエリアで固まってると、ここから何が推測されるかっていうと、もしかしたらね、そこで流行ってるウイルスっていうのは弱毒化した同じウイルスかもしれないですよね。まあ、似通ったウイルスかもしれない。もしくはエリアでそうなってるってことは、同じ気候状況ではそういった働きをするっていうことなのかもしれない。東アジアと中東の気候でははっきりと分かんないんですけれども、気候的理由で第2波っていうのが起き始めたかもしれない。まあ、ウイルスってのは本当に分からないものですからね。でもしね、このエリアたちで、だから中東と東アジア、ちょっとオーストラリア飛んじゃいますけれども、ここで第2波が起きてる原因っていうのが、もしね、ウイルスの変異だったとすると、ウイルスが弱毒性になった、これが原因かもしれないですよね。だから無症状とか限りなく無症状に近い形の、それぐらいしか人間にダメージを与えなくなった結果ね、感染してる人がすごい動き回るんで元気だから、それで前よりもね、感染者数っていうのが増えるようになったのかもしれない。もしくは単にね、感染力っていうのが強まったかもしれない。まあその場合もね、でも致死率は下がってるんで弱毒性になってると思うんですけれども、まあやっぱね、結果だけ見ると弱毒性のウイルスになってる、そういった可能性は高いですよね。まあそういったね、ちょっと変異したウイルスがある特定のエリアでね、流行ってる、結果第2波が起きてるのかもしれないですね。まあ他にもですよ、これ僕冗談で言うわけじゃないんですけれども、本当にウイルスってわかんないんで、なんかある近しい、だから同じエリアにいるウイルスたちが何かしらね、よくわかんないコミュニケーションをとって、なんか強調して変化してるのかもしれないですよね。まああれか、でもこの場合もウイルスの変化だからいいのか。うん、僕はね、これ何が言いたいかっていうと、こういうふうにね、エリアで起こってるからには、例えば僕は日本にいるからね、日本のこと言いますけれども、日本のやり方がまずい、油断した、だから第2波が起こってるとは言えないと思うんですよ。なんでかというと、他の同じエリアの国々も第2波ってのが起きてますから。東アジアで日本だけ起きてるわけじゃないでしょ。
そして中東でもどっか一国だけが起きてるわけじゃないでしょ。そして他のエリアどこも起こってないと。っていうことはね、ある一国のやり方、だから都市封鎖や経済の緩和の仕方、政府の対策、人々の気をつける度合い、これがねしくじった、油断したからね第二波が起きてるわけじゃないと思うんですよ。その証拠はやっぱりエリアで起きてることだからだと思います。だってね、同じエリアでも国が違えばやってること違うでしょ。でもなぜか第2波はエリアで起こってると。あと思ったのがですね、韓国と日本についてです。なんかね韓国気にする人多いじゃないですか。でなんかねこう記事によっては日本は第2波が起きちゃったと、でも韓国はまだ起きてないみたいなね、そういったなんかこう日本を叩くじゃないけど日本を下げたい記事っていうのもあるわけじゃないですか。まあ逆もしかりですけれどもね。でも僕からすると、今韓国っていうのは毎日 5,60 人の感染者がいると、そして日本は200人ぐらいの感染者がいると、確かに4倍ですよね。でも韓国と日本ではまず人口がね2倍以上違いますし、あとね大きな都市の数、レベル、密集のレベルですよね、それがやっぱ違うんですよ。だからそういった都市構造とか人口の密集、これを考えると、別にね韓国が毎日 5,60 人出てる、日本がね200人ぐらい毎日出てる、まあ2倍じゃなくて4倍ですけれども、まあ妥当かなと思います。だから同じぐらい第2波が起こってるっていうふうに僕は見ています。だからね、韓国と日本だけ見てもね、やってることって違うと思うんですよ。韓国はなんかスマホとか使ってすごい感染した人とかプライバシー関係なく追ったりしてるわけでしょ。でも 5,60 人出てると。そして日本ってのはそこまでやってないけども200人。だからやっぱりね、やってること関係なくね第2波って僕は起こってると思います、こういうところ見てもね。そしてまた別角度で僕は思ってるのが、やっぱりね今度は日本だけの話しますね。また別角度で見て日本のね第2波、最近の感染者数だけ見ると、この原因っていうのはやっぱり報道されてるように、僕はね報道されてるように夜のお店かなと思っちゃいます。やっぱり何もね夜のお店だけ切り取って報道してるわけじゃないと思うんですよ。実際にねこの間見た数字っていうのも、30人ぐらい感染して20人ぐらいが夜のお店の関係の人だったと、お客さんとか従業員、それっていうのはねやっぱり切り取りじゃないと僕は思っちゃうんですよね。でもう一つ僕はそう思っちゃう理由っていうのがあるんですけれども、まあ、ちょっとねさっきのエリア云々、国関係なくエリア云々で広がってるって話はちょっと置いといてくださいね。今回っていうのも外出の自粛とか会社とかお店のね自粛要請、これが終わってからだいぶ経ちますよね。だから人々が街に出始めたと。でもしばらく増えなかったんですよね。しばらく今起こってる第2波的なものっていうのは起こらなかったですよね。だいぶ時間差で最近起こり始めましたよね。やっぱこれもね夜のお店が原因だっていう証拠だと思います。なんでかっていうと、まずね人々っていうのは安心して出勤とかね通学っていうのを始めるじゃないですか。そして段階を踏んで、まあ、ご飯食べに行ったりとか飲みに行ったりとかするじゃないですか。そして最終段階でいわゆる夜のお店、キャバクラとか風俗、そういったところにね最終段階で行くと思うんですよ。やっぱしばらくはねそういったところに行ってかかったってなったら会社とかに言えないんで、そういうところ行かないんですよ。でもやっぱ時間が経っていくとね、そういうところ行きたくなっちゃいますよね、最終的には。ただ人々が行う行動の中では一番ね後に行われることだと思うんですよ、夜のお店に行くっていうのは。だからしばらくね第2波っていうのは起こらなくて、だいぶ間が置いて、人々が街に出始めてもだいぶ間を置いて、それは最近やっと夜のお店に行く人っていうのが増え始めたからだと僕は思ってます。だからそういうね第2波が起こるまでのこの時間差、人々が街に出てしばらくしてから感染者数っていうのが第2波っていうのが増え始めた、ここからもね夜のお店が原因じゃないのかなっていうふうに僕は思ってしまいます。まあくまでもね僕の考えです。まあ、だからといってもね、夜の街にもそういった経済があって、それを糧にして生きてる人がいるわけじゃないですか。まあ、だからね、そこに行くのはやめましょうってね、そういうふうにね、言えない僕がいます。だからね、とりあえず今のフェーズってのは、死亡者数と重症者数、この辺の増加をもうちょっとね、見守る時期かなと思ってます。もちろんね、夜のお店も夜のお店で、できるだけ感染防止策っていうのはね、やった方がいいと思ってますけれどもね。で、そういった死亡者数とか重症者の数、これを見てって、もしそれがね、これからどんどん増えてって、まずいってことになったら、やっぱりね、夜の店はダメですってなるのも、致し方ないかなとは思っています。ただね、まあ、小さな数字だけを見て、夜の店は閉めた方がいいってなるのは、僕なんかちょっとね、避けた方がいいんじゃないのかなと思ってます。まあ、だからね、はっきり言ってしまえば、知事の人気取りのためなんかに、そんなことがね、行われないように祈っています。知事のね、人気取りのためにね、夜の店だけ閉めろって言ったら最悪ですからね。まあ、しょうがないときはしょうがないですけれどもね。はい、今日はこんなところなんですけれども、いやー、まあ、それにしてもあれですよね、新型コロナウイルス、ゆっくりね、消えてなくなるのかなとかね、そういうパターンもあるかなと思ってたんですけれども、感染者数また増えてきましたよね。だからね、見事にウィズコロナ、アフターコロナってよりウィズコロナになってしまってますよね。あとはね、この状況がもう多少の被害はしょうがないって言って、他の病気と同じように扱われて普通の状況として以前のように人々が暮らすようになっていくのか、それともね、人々っていうのは新型コロナウイルスを警戒して生きていくようになるのか、こういったことっていうのはね、これからのビジネスにとってね、非常に重要なことですよね。
だって何ですか？ 7 割経済？ 5 割経済？よく言うじゃないですか。もう飲食店なんかもね、今までの5割とか7割しか人がいないとして、それでも成り立つようにするとかね。まあ他の業態もそうですけれども、そしたらね、かなりのお店っていうのは潰さなきゃいけないですからね。それで黒字が出るようになってないんでね、まあそうしなきゃいけないかっていうのはこれから見えてくるんでしょうけれども、それまでね、中小企業を持つのかって話ですよね。はい、今日はねこういった感じでございます。バイバイ。ちょっとだけおまけやります。まあ、今日見たようにね、死亡者数っていうのは下がってますけれども、感染者数っていうのは世界で増えてましたよね。でもヨーロッパの国なんかではね、ほとんど下がってきてる国が多いのに、今日も言ったようにね、感染者数がどんどんね上がり続けてる国、だから第2波どころかずーっと増え続けてる国、これっていうのはね9個しかなかったですよね。まあ今日触れた国だけですけれども、でも世界で見たら感染者数っていうのはガンガン増えてると。なんでこんなことが起こっちゃうんだと。強し9個ぐらいしか増えてる国はないんだろうっつって。でもね、その9個が大問題なんですよ。具体的に今日言った9個ですけれども、アメリカ、ブラジル、コロンビア、アルゼンチン、メキシコ、南アフリカ、インド、フィリピン、インドネシア、これね、みんな人口が多い国ばっかなんですよ。最低でもね、人口4000万人以上の国なんですよ。そしてですよ、これインドはね、中国と並んで世界1番2番を誇る人口の国でしょ。13億人ぐらいいますから。そしてアメリカ、これも世界で人口3位ですよ。世界3位、3億人以上で、インドネシア、インドネシアもね、あんま知られてないですけれども、インドネシアの人口っていうのはね、2億4000万人を超えていて世界4位の人口です。そしてブラジル、これも2億人を超えてます。でメキシコも1億2600万人ぐらい。今言ったね、インド、アメリカ、インドネシア、ブラジル、メキシコっていうのは、今日挙げた感染者数がね、今も増え続けて上げ止まらない国なんですけれども、このね、インド、アメリカ、インドネシア、ブラジル、メキシコ、全部ね、世界の人口トップ10に入ってる国ですから。だからね、新型コロナの感染者数が増えてる国って本当ね、人口が多い国が多いです。うん、それね、世界の新型コロナウイルスの感染者数っていうのはまだまだ増えてるよなって話ですよね。だって増えてる国に限って人口大きいですから。うん、はい、今日は本当にこんなところです。